本日はご物件を、教えていただきに、プロセスデザイン株式会社、佐藤社長に、物件のことをお尋ねしに伺いました。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、ウッドさんくんで、はい、購入する割安物件に関してね、ちょっと話してみたいなと思って。あ、なるほど。はい。メリット、デメリットって何ですか？まあ、いろいろとあると思うんですけど、そうですね、1都3県で割安っていうだけあって、ちょっとやっぱり難物って言われる部分もあるんですけど、その言われる代表として再建築したとか、古いアパート、古いマンション、うん、あとは商業ビルなんかあるんですよね、はい、その中で今回は再建築不可っていう物件でちょっと話してみたいなと、はい、あ、ぜひよろしくお願いします。じゃあ再建築不可のメリットなんですけど、はい、まあ、もう大体大きく言うとですね、まず見回りがいいっていうことですね。おお。あとは、価格が安い。あ、いいですね、安いの、うん、あと評価が低いから、税金とかも安い。あ、なるほど。あとランニングコストとして、減価償却とかが、まあ、ボーンと取れるので、最初収益が上がるのは上がりやすい。収益上がるのいいですね。最初の初年度 4年ぐらいが上がるのがいいですね。いいですね。あとは再度こう売却する際に、もともと安買ってるんで、それ以上下がらないよっていう、はい、あ、それいいですね。ほとんど下がらないですね。買った値段とほぼ同じぐらいで入れたりします。なんか聞いてるといいことばっかですね。まあ、ちょっとね、デメリットもあるんですけど。あ、デメリットもあるんですよ。まあ、デメリットとしてはそんな問題ではないですけど、まあ、融資がつきづらくて、まあ、現金のある一部購入していく、全くつかないってことはないんですけど、はい、まあ、立地が良ければ融資もつけれます。で、そこに現金を少し購入しますっていうデメリット、うん、あと、はい、新しく建築することはできないっていうのが再建築家なんで、はいはい、今の建物をメンテナンスするっていう感じの考えなんです。あ、なるほど、うん、だから融資していく。そうですね、建てれないというか、もう柱1本残して全部フルリフォームっていうので。あ、じゃあそんなデメリットっていう感じじゃなさそうですね。そうですね、まあ、もう自分のいいように直してもいいわけだから、はい、ただ新しく建てれないよっていうだけですかね。なるほど、そんな感じで、まあ、もうデメリットとメリットあると思うんですけど、実際こう、じゃあ利回りどのぐらい高いのかっていうところですかね。はい、はい、ぜひぜひ。大体普通に買う物件、都心で買ったら全然利回りいかないんですよ、本当に、うん、5% だとか 4% だとか、まあ、そこが利回りが 1.5% ぐらいだと 15% から 20% 10% から 20% ですかね、そのぐらいはいきますね。最低でも 10% はいきます。すごいですね、3倍ですか。まあ、もう3倍4倍という場合もあるしっていうことですね。でも 10% はいきますから、はい、まあ、持ってていいのかな。あとは価格が安いっていうのは何でかって言ったら、再建築不可っていうのはやっぱりみんなからするとちょっとこう毛嫌いされているんですよね。融資がつきづらいとか、さっき言ってた全部融資で受けて買いたいって人からしたらデメリットなんで、はい、ちょっとこう端っこに置けられてるそうなんですけど、それをこう現金投入して買うことができれば、はい、価格が安いんですよ、ね、当然その分利回りが上がるっていうことですよね。すごい。ちょっと再建築不可の物件に僕興味持ったので、うん、ぜひちょっとそこを再建築不可教えていただいてもよろしいですか。いいですね、分かりました、はい。まあ、あと評価が低いのと税金が安いっていうのは、当然再建築不可だから建物もずっとあるわけですよ。そうすると固定資産税も評価が一番最低になってるんですよね、はい、建物に対して、はい、土地はほぼ一緒なんですけど、うん、もう建物の分がもう減価償却されてるような問題なんで、もうすごい、固定資産税が、例えば戸建てで20万円ぐらいするうちの建物が10万円だったら、その分が1万2万になってるので11万ですとか、はあ、すごい、そういう部分ですね。あとランニングコストっていう部分では、減価償却最初にもう、新築の時は木造だったら22年とか残るんですけど、はい、もう古いんで4年とかで償却しちゃいます。あ、そうなんですね。じゃあ土地と建物の割合で言ったら、土地がじゃあ7割で建物が3割とかあると思うんですよね、はいはいはい、新築だったら 5% ぐらいだったと思うんですよね、はい、でその5割がどんどん20年かけて減っていくんですけど、じゃあ、まあ、再建築家の場合は5割の土地って言われてるところはほぼ9割ぐらいの評価です。 90% と建物 10% みたいな感じなんで、じゃあその 10% とか 20% ぐらいのものを償却するときに、
2000万のうちの300万、400万、500万というのは500万ついてたとしたら、それを4で割って年間の収入に対してそれを消却で税金の対象ができるということですね。だから 300万の収益があるんだったら150万ぐらいを毎年控除できるので、それが4年ぐらいです。まあ、それはすごくいいですね。最初スタートダッシュお金かかるじゃないですか、はい、もうそうすると収益がいっぱい上がった方がいいわけですよね、はい、最初の4年ぐらいでダーンと入ってきて、しかももともと利回りがいいから、はい、もう大体5年ぐらいの元が取れちゃうかなみたいな感じですね。いいですね。あと最後にさ、もう一つメリットがあるのは、再度売却する際はもともと安く買ってるのでほとんど値下がりしないです。なるほど、はい。あ、それは本当にそうですね。多少売りづらいななんてみんな思うかもしれないですけど、安く出してるから売れるんですよね。うん、なんだかんだ。まあ、その際もあの佐藤社長にお願いすれば、そうですね、売りやすいという、はい、もうそういうメリットを探している方に素晴らしい。じゃあ、あとはデメリットの話、はい、でいうと、さっき言った融資はつきづらい。融資って言っても丸々 100% つかないよっていうだけです。だいたい手持ちの資金が本体価格の3割4割持っていたら融資を出るので、長期でも出る可能性があるので、まあ融資を使いたい方は手持ち資金を3割4割入れていただければ買えるという問題ないですね、はい、あともう一つは新しい建物が建てないといったところは、確かに建てられないんだけど柱1本残しているものはありなので、別にそこは自分たちの好きなように人を入れやすい建物に、うん、まあ、メンテナンスの費用新築よりは安くできますから、はい、全然そういう意味では維持していくには問題ないので、まあ、メリットデメリットで言うとですね、聞いてる感じだとさほどデメリットには感じないところにはあるんですが、あえてデメリットにしていただいたような感じですかね。そうですね、実際やっぱり不動産屋は新築の高いものを売りたいんで、はい、まあ、再建築家だと本体価格も安いですから、まあ、その分手数料ということでは低いので、はい、高いものを売りたいだけなんですよ。実際安いものでもいいものはあって、はい、それを売ろうと思えば売却できるし、はい、買う人もその方がメリットがあります。そうですね、聞いてる限りだと。ただ説明するときはね、これデメリットとメリットの説明いたしなきゃいけないんで、とても不動産屋的には大変な仕事かもしれないですね。もう佐藤社長のお人柄が誠実だということがよくわかりました。はい、ありがとうございます。はい。まあ、聞いていると何かこう再建築不可の物件というのはダイヤの原石をこう探しているような、ものっていうイメージでよろしいんですかね。そうですね。まあ、ダイヤモンド自体の原石を、まあ、探しているけど、もともと落ちてるんですよ、そこら辺にね。はい、結構あって潜在的にあるものを磨いて磨いていいものにしていくっていう感じですよね、はい、実際にはブラッシュアップして最終的にこう自分でリフォームをしたり、はい、賃貸付けをし直したりするときにこうまた高い値段を設定したりできるので、はい、まあ、ダイヤモンドを原石というダイヤモンドを磨いている感じですよね。いや、すごいワクワクしてきました。そうするとちょっとまとめちゃうとあれなんですけど、佐藤社長でおっしゃっていただいた今回の、再建築不可の物件、メリットが5つでデメリット2つっておっしゃって内容だと思うんですが、そのデメリットもさほど問題じゃないかなという認識でよろしいでしょうか。そうですね、もう買うときに相談する不動産屋が理解してちゃんと説明できていれば問題ないと思います。はい、ぜひチャレンジしていただけたらと思います。ぜひ再建築不可物件に興味ある方は佐藤社長にお問い合わせよろしくお願いします。